どうもおはようございます。 SLK 専門店徳橋です。なんかオフィス M の中川さんみたいな喋り方してみたけど、あ、聞いてへんな。まあええわ。今日はね、絶対に正しいオイル交換やっていこうと思います。でこのエンジン、271なんで、でまあ271でも古い方の271なんでね、まあそこに見えとるけど、こっちがオイルね、でこっちが ATF なんで、で間違えないように吸い取っていきます。今あちらではまだあのバリオルフの最後全部締めていってるんで、まあ僕は僕でちょっと、絶対に正しいオイル交換やっていこうかなと思います。オイルエキストラクター、これをね使ってもらうのが一番僕はいいと思ってます。でアストロプロダクツでね売ってるやつなんやけど、でかい方とちっちゃい方とあって、うちはこのちっちゃい方を使ってます。で2回抜かなあかんくなってめんどくさいんやけど、これを作るメリットってね、ちょっとこれ見てもらうとね、わかるかな、これね中がね金属になっとるのよね。だからこう引っかかってもなんか大惨事になることを防げるし、あのゴムだけのやつっていつか劣化して中だけ先っぽだけの中にストンと押してってエンジンブローするとかっていうことがあるんやけど、これの場合金属やもんでちぎれて中に行くっていうことがないから、これをもう僕はおすすめしてます。でまあとりあえず最初にどんなもん入っとったか、よいしょっと見ていこうかなと。うわ、そんなもんやな。でねこのあのレベルゲージってね、あの本当に正しいかどうかってねすっごい怪しいんで、ちょっと僕はねちょっと僕なりの自分が絶対正しいと思ってるやり方でやっていきます。とりあえずね、入っとったエンジンオイルはね、おい沼、入っとったオイル多い、1リッターばかし多い。この271エンジンオイルが増えるなんてことないから、これで誰が変えたやつ入れすぎやわ。とりあえず抜いてます。まあ抜き方はまあシコシコするだけなんで、ね、でまあなんでこう上から抜くかっていうと、平成で言うとね26年ぐらいかな、205あたりぐらいから下抜き指示になっとるんやけど、それまでの車って柳瀬の指示とかメルセデスジャパンの指示では上抜きっていう風な指示になっとるんで、別に下からね別に抜いてもいいんやけど、まあ、別にそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと。ただ、一番気をつけなきゃいけないのは抜きすぎないっていうことだね。抜きすぎてしまうと完全にエンジンの中カラカラになってしまってドライスタートになってしまう部分ができるから、なるべくエンジンを温めた状態でエンジンを切って、まあすぐってわけじゃないけど、まあ、なるべく早めに、オイルを抜き始めて、で中にコンマ5ぐらい残ってる状態で変える方がドライスタートにならなくていいんじゃないかなと。でもともと入ってるエンジンオイル量も多いんで、まあ、そんなにあのちょこっと残ってるからどうたらこうたらとか、いや残りの一滴まで俺は絞り取るんやとかっていう人ね、エンジンオイル変えて車のエンジンの寿命を長引かせてるつもりが逆に寿命を縮めている、そんなことになっているかもしれません。寿命を長くこれからもずっと一緒に相棒として走ってほしい、そんな時はね、やっぱり全部抜かないっていうことが大事になってくると思いますので、でまあ僕は思ってんねやけどね。さあとりあえずあとはもう抜けるまでとりあえず待ちましょう。ジムニーのことしかやってきてへんかった気がするんでな、なんかうちジムニー屋さんやと思われてるんで、まあ、それだけじゃないんやでっていうな。本業ジムニーが副業みたいになってくるけどな。はい、とりあえず最新版のウィズ、これ見てます。イズの最新版のやっぱ指示では吸引にやっぱなってるんでね、これちゃんと吸引してやった方がまあいいんじゃないかなと。まあ下から抜いたらあかんっていうわけじゃないんやけどね、まあ上から抜いてもらえればいいと思います。で、はい、でここ、必ず承認されたエンジンオイルを使用します。これねアプルーバルっていうんやけど、この車 229.3 なんで現行というか、まあ、次の、まあ、一般的によく見るベンツって言ったらいいんかな、その A だと 229.5 っていうアプローバルになるんやけど、この車 229.3 なんで比較的安いエンジンオイル使えるんで、まあ経済的かなと思います。で、まあ暖気ね、水温の最低80度まで上げて、
で抜くと。でエンジンオイルの容量が 5.5 になったんだね、この車。だからさっき見た時どう1リッターぐらいか多かったもんな、 6.5 とか7リッターぐらい入っとんじゃないかな、あれ。でそれでちょっとおかしいんで、この 5.5 でまず合わせていきます。走行してる間に割と抜けてきてるんで、うちの、エンジンオイル紹介していこうかなと思います。うちはね、っていうか僕はもう絶対もうオイルしか使わないです。もうこれ以外使うことないです。でまあこういうのやってるかのオイルとかも もちろんあるんやけど、基本的にはもう会社にはもう持ち寄るだけですね。で、さっき言ったアプルーバルっていうやつなんやけど、まず何が違うのか、簡単に言うと燃えた後のまあ鉛とか銅とか硫黄とかっていうものが含まれるんやけど、まあそれが、燃え切らなかったりカスになったりとかしてしまって、センサーに付着してね、でエンジンを壊すと。まあ、エンジンを壊すというか、センサーを壊すと。だから、こう、修理するのに、もう毎回毎回、こう、あ、もう、あれが壊れた、こっち壊れた、ってね、なると思う。そんな経験ある人いっぱいあると思うんですが、うちはね、結構、ベンツの修理の頻度って少なくて、そんなに、僕もね、そんな壊れたことないんで。で、それも、やっぱりまあ、前つばみたいな話になってくるんやけど、ちょっとこれ、ジムニーって書いてあるけどね、ジムニーにもこれ使ってるんで。で、それでもね、やっぱエンジンオイルって、そういうオカルトチックの話とか出ると思うんやけど、その科学的に、やっぱりこの燃えた後、少しではね、必ずエンジンオイルで燃えていくんで、その時に、やっぱりセンサーなんかに付着してね、エンジンの不調をきたさないっていうものを使ってもらうのが一番いいと思います。はい。では、まずこれ、説明していきます。エンジンオイル。229.3。これがアプローバルですね。で、ノワーゲンの、まあ、502だったりとかっていうのを、こう、承認取ってるわけですか。で、これね、こっちはちょっと見にくいんやけど、8800のエクセス、229.5 の、現行のアプローバルに対応してます。で、今回は、171に関しては、229.3 なんで、このエンジンオイル、使っていきます。すいませんな、腰も痛いわ、足も痛いわ、っていうとこで。ずっと痛い。はい。ちょっと忘れてたんで、オイルフィルターもね、変えていきます。フィルターはね、ここに271、古い271はこっちについてるんで、ここのね、蓋だけ、ここ、外してもらってね、取ります。で、まあ、通常通りね、変えていきます。で、フィルターは、フィルター、俺フィルターどこやった？俺ってフィルターどこやった？はい。僕はね、マンを使ってます。マイレとかいろいろあるけど、マンがね一番いいと思う。もちろん純正でもいいしマンでもいいし、それ以外はちょっとないなって思ってるんで、はい。なので僕はこれを必ず使います。んでね、さっきほどのイズにもあった通り、メルセデスベンツの指示ではね、エンジンオイルでフィルター未交換っていうところに何も書いてないんで、フィルターは必ず変えろっていう指示になってますから、この辺ね、ケチらないで交換しましょう。ケチるんだったらね、皆さん国産乗ってください。ただし、こんな夢のような楽しい時間味わえなくなるんで、これぐらいね、頑張ってお金出しましょう。はい、というわけで、こいつ変えていきます。はい、外してきました。この271はね、特に何も考えずに別に普通に外してもらえばいいんで、まあ、ここら辺についてるパッキンと、本体、あとここのパッキンね。はい、これを全部変えていきます。こちらまた頑張ってるご様子で。はい、変えました。まあ別に気にすることはないけど、まあ、そんなにね、掃除をしなきゃいけないかって言われると、まあゴミとかがついとってね、こういうパッキンとかからオイル漏れすぎていけないで、それとか掃除するけど、まあ基本的にはまあ中に入ってるものが少し外に出てきてるだけなんで、まああまり気にしなくてもいいと思いますけど、パッキンがとかね、残っとる状態で装着して中にはめるのは NG なんで、それだったら汚れたままの方が絶対いいです。また戻していきます。トルクは上に書いてあるんでね、まあその通りに締めてもらえれば大丈夫です。はい、やっと終わったわ。そっち回った？はい、こっち回った？はい、一山越えた。あ、一山越えた。ほんとね、8リッターぐらい入ってました。これ1回捨ててるんでね、満タンから。 8リッターやばいやろ。とりあえずこれはちょっと驚きやわ。
オイルパンが変わっとるっていうことは271ないはずなんやけどな。722.6 のミッションの時から 722.9 の7速に変わって、で VGS の電子基板が 1,2,3 番で、3番になるとオートマのねオイルパンの容量が変わるってことがあるんやけど、エンジンオイルのオイルパンの容量が変わるって271ではなかったと思うんやけどな。はい、オイル規定量 5.5 を入れました。オイルレベルがイグニッションオン、テスト条件がイグニッションオンのエンジンオフ、基準値出てこんな。出てきませんがなねえいやオイルレベルがあまりにも多いもんでさ、とりあえずこっちで実測値見ようかなと思ったらさ、どうもねレベルゲージで見ろっていう指示っぽいなこれで。オイルレベルがさ出てけえへんねんな。ちょっと待って、今キーオンやな、キーオンやな、バリオンやな、出てきませんわ。ということはやっぱレベルゲージで見なあかんのか。でまあとりあえずこの車、ショートテストしていきましたけど、まあ特に対してねこれといったものがなくて、まあどうこれ外してるんでね、この辺はまあ今出てるんで、あボルト全然ないなこの車、健康体でんな。ウィーズの指示ではこれで実測値がね見れないんでね、レベルゲージエンジン止めてから5分ぐらい待ってからレベルゲージで確認しろっていう指示だったんで、まあ、それで確認していこうと思います。よいしょ。別にいい、はい、というわけで絶対に正しいオイル交換、とりあえずね別にエンジンオイルにこだわっとるとかって別にそういうわけじゃないんやけど、そのこだわるよりも正しいものを使うっていう方が車の寿命を、長く生きながらえてくれるんじゃないかなと俺は思ってるんで、まあ、こっちのオイルが安いからとかこっちのオイルがいいオイルだからじゃなくて、ちゃんとアプルーバルっていう承認番号をちゃんと取ってるもので、確認をして、そのものその承認を取ってるものを入れる、それが一番じゃないかなと俺は思います。でね、レベルゲージの値よりも結構ねやっぱねオイルのレベル量っていうのは少ないんやけど、ベンツのレベルゲージってまあお前もわかるやんな、このうねうねしとるやん、だからちゃんと本当にそこのラインにおるかっていうのってだいぶ怪しいやんね。でレベルゲージで合わせるとこのうにゃ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 してって短くなっとる分だけ下におるっていうことになると、結局、ま、今回みたいに入れすぎっていうことになるんで、規定量 5.5 だったんで、まあ、今回 5.5 でこのまま様子を見ようと思います。で、うちはね、ラストエクセントリーあるんで、それで実測値見れると思ったんやけど、まさかの見れないっていう、そこが反応してないっていう、そんなプランがね、発生したんで、まあ、とりあえず今回はこの 5.5 で行きます。はい。で、ちなみにうち172もあるんで、172もね、350の方、276エンジンの方は、容量が6リッターやったかな、6.5 だったかな。っていう容量でゲージを見るとやっぱりねだいぶ下の方にいるんで、まあそれがでも指示になってるんでね、たくさん入れればいいっちゅうもんじゃないんで、はい、たくさん入れたからといって車は成長しないんで、というわけでまあそんな感じかな。というわけで皆さんもご自身で頑張ってみていただければいいなと思います。で、うちもちろん代理店やってます。オイル欲しい方別に全然オイル量り売りするんで全然買いに来てください。今年は税金がやばいんで買いに来てください。よろしく。スポンサー大募集中、詳しくはこちらまで。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。